これをね、割ると、これがね、もう卵だけでいいソースに、このトロ。はい、どうも、いらっしゃいませ、ポンちゃんです。先日と動画で撮ってた糸よりですね、こちらの方を使って、今回蒸し物の方で淡雪蒸しといった料理の方を作っていきたいと思います。まあ、もう、塩は回してあるんでね、ザクザクザクと、まあ、包丁に切っていくだけなんで、先に切り分けていきたいと思います。今回の身はちょっと大きいんで、こういう形で4等分ぐらいのサイズに切っていきます。まあ、大体いつも通り80度ぐらいのお湯をジャーッと回しかける感じでやっていきます。霜降りするとね、余計なぬめりやったりとか表面についてる残ってウロコやったり血のところとか取れて便利です。すぐに急冷しましょう。で、急冷が終わりましたらね、すぐに拭いて、まあ、今日使わない分なんかすぐに、ね、冷やしてしっかり冷ましておきましょう。ここは冷凍しておくなんかの保存がいいかなというふうには思います。で、今回の動画ではね、自分が食べるっていう格好になりません。こちらのちっちゃいお好みの方を使って料理の方していきます。で、こちらお皿の方に臭み消し用の生姜と魚を乗っけて、お酒を軽くかけて、この状態で蒸し缶の中に入れていきます。ではこんな感じでしばらく蒸しておきます。この間に別の作業の方をやっていきます。あのちっちゃいのやるだけでしたらね、卵で言うたら、まあ、3個分ぐらいから十分なんですけどね。これぐらい泡が立ったら塩を一つまみだけ加えます。メレンゲ作る時のコツなんですけれど、円をこう描くではなくて楕円ですね、ぶつけてぶつけてみたいな格好で、なるべく大きく早く動かすみたいなイメージでしていただくと割とやりやすいです。で、持ってる手をほとんど力入れてますね。ほぼもう力抜いてカチャカチャカチャってしてるだけですね。こんな感じで。まあそんなに立たなくても、ね、卵1個分ぐらいでしたら、これぐらいの時間で十分メレンゲを作ることは可能でございます。割るとこから含めて2分ぐらいで泡立てたのかな、多分。で、最後ね、ちょっと空気の粗さを潰す意味合いで全体なじませるような感じで、こんな感じでしておきます。はい、じゃあ、魚の方が蒸し上がりましたら、こちらのメレンゲの方をかけていきます。はい、それではこちらの方、一旦蒸し上がりました。で、この時ですね、こちらのところを、お皿のところにね、蒸し汁とかこういうものが載っておりますので、こういったものは一旦先に捨ててきます。蒸し汁は捨てた上で、メレンゲを軽くふんわり乗せます。そして、もう一度蒸していきます。で、この時ですね、大体魚は、9割方火入ったかなぐらいで大丈夫でございます。で、メレンゲの方はね、もう触って指にひっつかないぐらいになっておれば大丈夫なんで、軽く蒸すだけ、短時間蒸す感じになります。こんな感じでキュッとしぼんでいきますので、ね。で、もう指にひっつかなくなったので、こちらで完成といったところでございます。めんつゆ春でもいいですしね、この辺はお好みですね。今回はちょっとポン酢の方をサイドに春格好で入れていきたいと思います。もう気持ち入れておきましょう。通常僕の場合でしたらね、卵を潰した状態で乗せるんですけれどね、今回ちょっともう卵を1個分取れたんで、
こんな感じで、当店ではお出ししております。まあ、本来的には何人分かこうまとめて蒸した状態で卵をこう目の前でね割って全体的に絡めて、でその後取り分けるみたいな格好になったりするんですけど、今回はせっかくないちょっとね卵を1個分丸めて、まとめて食べていきたいと思います。これをね割ると、これがねもう卵だけでいいソースにこのトローンとなったこの絵、もうこの段階で凶悪でしょ。なかなかこの料理でね、もう身がね蒸してあるのめっちゃふわふわなんですよ。これとメレンゲまたねふわふわ同士で最強に美味しいんですよね。いただきます。うん、卵黄のソースまたポン酢と混ざってね究極的にうまいですね。これも反則的だ、うまっ。せっかくの生姜も一緒にいただいちゃいましょうか。あーふわふわ、いや生姜がまたピリッとしてうまい。うん、めちゃめちゃ美味しいですねこの料理。というわけで、本日はこちら、糸よりで淡雪蒸しといった料理の紹介でございました。また今後も美味しい料理いろいろ紹介していきますので、ぜひ皆さんチャンネル登録に高評価よろしくお願いいたします。それではまたの動画でバイバイ。